俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。今回はですね、ニセマラについて、まあ、久々に話していこうと思います。ニセマラですね、まあ、僕気になってニセマラっていいんかなみたいな、まあもちろんバンは食らわないですよ、うん、この程度じゃあまあね、バンにされることっていうのはまあ絶対にないとは思うんですけれど、実際やっていいのかですね、ちょっと気になりましたので、今回は運営の方に聞いてきました。ニセマラしていいのみたいな感じで聞いてきましたので、ご覧ください、どうぞ。で、早速聞いてみたんですけれど、その回答がこちらですね。こちらになります。ちょっと危ない。答えれないじゃん。危なかった今。マジで。答えよったら死んどったし。で、まあ実際の回答なんですけれど、荒野行動カスタマーサービスセンターです。お問い合わせいただいた件について、恐れ入りますが、ゲームの公平性とデータの安全性を守るため、公式ではない配信元のツールまたはプログラムのご利用をお控えください。続き、荒野行動をよろしくお願いします。と書いてきたんですけれど、まあ僕、リセマラやってますし、まあリセマラって、ね、基本的にそうなんですけれど、公式ではない配信元のツールやプログラムなんで、使ってないんですよね。あの普通に、まあ、荒野行動のなんでニスコなんだ、荒野行動のアプリしか使っていないわけなんで、別にじゃあそれ使わんかったらいいのみたいな、そういう公式ではないねチートツールみたいなマクロとかそういうの使わんかったらいいのみたいなのを僕聞いたんですよ、うん、そしたらこういう風に書いてきました。荒野行動をプレイしていただき誠にありがとうございました。プレイヤーの皆様に引き続き荒野行動をお楽しみいただきたく、今後もよりご満足いただけるサービスゲーム体験を提供できる努力をしてまいります。もしゲームに関する何らかのご質問やご意見がございましたら、どうかお気軽にゲーム内のお問い合わせにて、または公式お問い合わせ窓口のメールアドレスまでご連絡ください。皆様のご期待を添えるようこれからも努力してまいりますので、今後とも荒野行動をよろしくお願い申し上げます、というふうに書いてきたんですけれど、どういうことねえ、どういうことなのこれ、ちょっとよく分かんなかったですね。何みたいな思って、うん、ちょっとあの僕はあの聞いたことと答えが全く噛み合ってないっていうですね、びっくりした。俺初めてこんなの見たわ。まあ要はですね、まあここに答えるわけにもいかないですし、まあ当然無視するわけにもいかないじゃないですか。だからまあはぐらかすためにこういうね回答したのかなというふうに思います。ニセマラしていいよっていうふうに言うわけにはいかんでしょう、公式に、うん、正式に言うわけにはいかないし、まあ別に悪いというふうにも言えないから、うん、こういうふうな回答をさざるを得ないんでしょうね、うん、悪いっていう風にはできない理由なんですけれど、最近結構ニセマラができるじゃないですか、うん、で本来その望んでいないのであれば、ニセマラを速攻ですね修正するはずなんですけれども、修正しないんですよ、うん、これなんで修正しないかっていうと、まあ、ニセマラを故意に実装しておくことでプレイヤーの平均ログイン時間だったりとか、そのアカウントの数、キャラの数っていうのを増やすことができますので、黙認しておくことでプラスがあるから、このように、まあ、はぐらかすような反応を今回は取られているんですよ、うん、でもそれを察されたらダメなんですよね、荒野運営からしたら。だからこういうね、なんかわけわからん感じの回答をせざるを得ないといった感じだと思いますね、うん、僕初めてですよ。結構ね、まあその動画にしてないいろんなねお問い合わせも僕しているんですけれど、基本的にお問い合わせしたらきちんと返してくれるんですよ、うん、荒野運営きちんと返してくれます。だけれどもなんかこういうね対応されるっていうのはなんかすごい珍しいなみたいな、ものすごく珍しいんで、うん、僕はびっくりしましたね。まあ別にでも悪い対応ではないと思うんですよね、まあそう回答せざるを得ないから悪い対応ではないと思うんですけど、まあびっくりしましたね。とかこれで回ってきてる上の方からもしかしてこいつ、あびっくりだね、俺本当にびっくりしましたね、うん、まあ今後もねいろいろ運営の方に聞いていきますけれども、何かありましたらね、まあ、どういう風になるかなって言った感じですよね。まあすごい今回は、まあ、面白いものを見れましたね。もう初めてじゃないですかね、この荒野運営にこうやってはぐらかされるっていうかね、うん、そんな感じの対応されたのはちょっと可愛いですもんね、ここまで来ると、うん、敵おるんだけどな、なんかどこおるんだろう、うん、まあやっぱりね、その企業でいろいろねビジネスを進めていく上でもそうですし、こうやってねゲームの運営していく上でもそうですけれど、まあ、本来予期していない対応というか、おっと危ない、めっちゃ危なかった。本来予期していないそういうねゲームの反応だったりとか、そういうのを生かして、まあ、こうやってねアクセスを稼ぐことっていうのがあるんですよ。アクセスだったりとか数字を稼ぐことっていうのがあるんですけど、大抵認めるわけにはいかない仕様を使ってね用いてこうやってね稼ぐ時っていうのもありますんで、そういう時はやっぱこうやってはぐらかさなければいけない時っていうのがあるんですよね。まあ僕も前職接客業だったんですけれど、まあその接客業の中でもやっぱり自分が全てのことをですね、会社のサービス全てを把握しているわけじゃ
ないじゃないですか。なんで、まあ、その、サグラフ化さなければいけない時っていうのが、当然出てくるんですけど、僕もやっぱやってましたもんね。まあ、似たような感じのことを。いや、どうなんでしょうね。僕ちょっと、担当じゃないんですけど、ちょっとわかんないんですよね、みたいな感じで、まあ、毎回毎回言うわけにはいかないじゃないですか。だから、例えば、あ、ここはですね、実は、こういう風になってるんですよね。で、まあ、これはこうなんですけれど、ここはですね、実は、〇〇がめちゃくちゃ詳しいんですよ。なんで、ちょっと一回、〇〇呼んできますね、みたいな感じで、まあ、時間も稼ぎつつ、はがらかすような対応をしていくと。そういうのが、まあ、必要になる時が、まあ、やっぱりありますね。働いとるからといって、何でも知ってるわけじゃないですから、知らないのであれば、知ってる社員を呼んだ方が早いんですよ。まあ、そこにプライドってのはなくて、プライドとかだったら気にしとってもいけんですからね。そんなんで、業務をね、なんか、もっと、下手こかせてもいかんですし、とかもうこれ詰めよっか。詰める、どこおる？え、ここおらんの？どこおるんだろう？え、ここ以外に上がれるとこある？ここ以外に。どこ、こっちのビルにおるんかな？え、こ、おらんくね？どこおるんだこいつ、外？は？なにこいつ？ここか、ここか。オッケー、わかった、2階におるんだろ、多分、2階に。芋ってね、こいつ。おー。めっちゃ待ってるじゃん、こいつね。まあ、仕事するときにね、自分が全部分かっていなければいけないとか、自分が分かっていないのが恥ずかしいとか、そんなことを気にしとる場合じゃないですから、やっぱりね、そうやってね、できる対応は他人にしてもらったりとか、できないときはもう完全にごまかすみたいな、そういう対応も絶対に必要になります。まあ、そこはですね、普段その話し慣れておくかおかないかっていうのがすごい大事になっているんですよね。皆さんどうですか？そのよく喋ったりとかします？まあ、喋ったりとかしますって言ったら言い方悪いですけれど、なんかいろんな人と喋りますか？自分の知らない人と、なんかそこら辺ね、慣れといた方がいいですよ、マジで。じゃないと、なんか社会に出た時に、まあ、周り知らん人じゃないですか。で、しかも自分の方が立場の弱い場合ってのがほとんどなんですよ。まあ、接客業とかもそうですし、まあ、接客じゃなくてもなんかね、お客さんがでこその仕事ですので、まあ、そういうね、外部の人と話す時は、やっぱり自分の方が立場が弱いと。そういう場面になった時に、やっぱり普段ね、知らない人と喋っておいた経験が絶対に行きますし、逆にね、喋っている経験がない人はマジで損しますね。なんか大学生がよくなんか遊んでるみたいな風に言われるじゃないですか。別に僕遊んでていいと思うんですよね。全然遊んでていいんですよ。遊ぶのが仕事なんです。大学行って、まあ、合コンとかでなんか知らん女をナンパしてみたいな、その経験がですね、実は結構生きてするんですよね。まあ、僕大学行ってないんで、専門卒なんで行ってないんで、すごいね、そこら辺はね、やっぱり羨ましいなと思いますもんね。まあ、単純に遊びたかったってのもありますし、まあ学力的にもね、ちょっと学びたかったことってのは、まあ本来ちょっと僕にはありましたんで、そういう意味でも羨ましかったですし、あとまあそういうコミュニケーションの部分で、もう大学入っとくだけで、まあある程度レベル上がりますからね。僕はですね、まあ正直、ちょっとね、人とはね、違う人生をね、歩んでいると思うんですよね。そこ適応るんだ。あいつやろっか。これで、オッケー、削りたかったとか、やりたかったな。グレードダメージ入らんかな。ワンチャンこれもグレードダメージ入ったら死ぬだろう。お、これダメージ入らないんだ。絶対ダメージ入ったと思ったんだけどな。もう突っ込むか俺。MP も突っ込んでもいいわ。おー、ダメージ入らん。待って、なんでだ。もう突っ込む。これやれるだろ、多分。敵削れとるしな、あいつ。ね、絶対こいつ。オッケー、アップねー。よかった。オッケー。やっぱでも大学入ってね、そうやってね、いろいろ出会いの場があるってのは、いいことっすよ。まあ僕はやっぱりちょっと人とはね、違う人生を送ってきましたし、そういう人生を送ったからこそ今の自分があるなっていうふうにまあ思ってるんですけれど、でもそれをね、誰でも彼でもできるわけではないんですよ。そういうなんか人生、ちょっと違う人生を送るのは誰でもできることではないので、まあね、普通にね、レールに乗って普段生活されている方は、もっとそのレールをね、生かしたね、生活をしてほしいなってね、思いますね。まあちょっと説教みたいな感じになって申し訳ないんですけれど、まあそういうふうに思いますね。まあ結構いろんなね、はぐらかし方しよったもんね。本当に。時にはね、適当言ったりしよったっすもん。まあ、僕結構ね、ライブでね、受け答えが適当なことあると思うんですけど、まあ、あんな感じですよ、あんな感じ。マジで。まあ、適当な男ですよ、この男はね、マジで。正確なものなんてね、ないっす。基本的に。正確なものは持ち合わせてないですね。まあもちろんそのね、いろいろ調べてから、まあ勉強したりするのは好きなんですよ。まあ昨日もね、ちょっとね、気になりましたんで、大分のその神社について調べましたけれども、それでもね、なんか何でもなかんでも知っているわけではないですし、むしろなんか、人に答えて、それで人からね、正しいことを教えてもらって、自分の中に、プラスになっていっている部分っていうのが結構大きかったりしますんで、まあ適当に行ってから固めていくのがいいっす。僕みたいに適当に行きましょう。適当に行きましょうってのもおかしいか。
オッケー。一力やっぱ苦手だな、なんかね。最近ちょっとね、指サック買ったんですよ。指サック買ったんですけど、まさかのね、指サック買った後、エムが頑張るっていう。逆なんですよね、普通。指サック買った後の方が上手くなるいうもんなんですけれど、僕はなんか指サックつけてからね、すごいガバになってるっていうね。感度感が全然違う。あそこ敵おるくない？あれ、なんだあいつ。あそこ。あ、なんだあれ。まあ、いいか。あそこのね、高台というか、なんかマンションみたいなところに敵おるんだよね。どうしようかな。まあ、指サック買ってからね、まだ全然慣れてなくて、シーズン始まってから変えてしまったから、今シーズンの、キルレがね、もうバカ下がってるんですよね。半端ないぐらいキルレが低いっていうね、ガバエイムのままずっと戦ってるからね、めっちゃきついんですよね。で、最近気づいたんですけれど、人差し指に指サックをつけると、なんかタッチバグが起きることに気づいて、人差し指は素手のまま、で、親指に指サックをつけるっていうのが僕の中でのね、今のスタイルですね。まあ、それで、ようやくちょっと安定してきたかなって感じです。まだちょっと慣れませんけどね、ちょっともうちょっとね、いい感じにしたいっすよね。おっと、あれグレネードか。今ちょっとね、スモークを巻こうと思ったんですけれど、完全に間違ったね。俺こんなところ初めて来たよ。どうなったらここ上がれるの？あそこは上がれるんだろう。こっちから行けるのかな？これどうなっとる？マジで。どういう地形？ここね。東京マップも結構するけど、こんなところ俺マジで初めて来たよ。これどう戦えばいいわけ？向こうがおるんか。めんどくせえ。これどうやってこれ安置に入ればいい？安置に入るのも大変やし、ここで撃たないかな？大丈夫かな？お、なんか出てきたよ。何？危ねえ、マジ。何こいつ。びっくりしたわ、マジで。とりあえず、こっからあそこにもおるの、敵。待って。ほら、アンチ入るのクソだるくないこれ。めちゃくちゃだるいんだけど。お前、投げ物持ってないから。投げ物持ってねえし。ここからお前、どう戦えばいい？これ絶対後ろ取られる。後ろおる。おるし、あそこめんどくさ、あいつ。まあ、弾幕貼っときゃいいだろ、とりあえず。とりあえず、なんか車壊しつつ弾幕貼ればなんとかなるっすよ、あれ。これでね、スモーク出したから、車線切ればいいだろう。おー、そんなとこおったんだ。危な、危な、マジで。めちゃくちゃ危なかったね。ここからどうしようかな、でも。車線は後ろのは切ったけど、正面どうやって入るかだよね。なんか一発でもね、グレネードがあれば全然違うんですけれどね。一発でもあればな、これどうしよう。周りから、後ろからも来そうだしな。いや、怖っ、めちゃくちゃ怖い。こいつなんかワンチャンなんか持ってない？ワンチャン持ってない？これで撃たれたら最悪やけどね。なんか、あったあった、グレネード、オッケー。とりあえずアンチに入るまでは、これスモークをつけとこう。スモークの方がね、使えるんですよね。こういうアンチに入るとき。最近ね、AR ね、16使ってるんですよね。まあ、東京マップに27が湧いてないから16使ってるってのはありますけれど、とりあえずそこに湧いておいて、あ、待って、光が入ってるし。まあ、アンチ外からね、アンチに入るときに16持ってると、スモーク炊けるじゃないですか。で、瞬時にスモーク炊けるんで、瞬時にね、そういう、オッケー。あと一人か。正面の岩場によるんだろ。これどうしよっかな、これ。マジでどうしよう。どうやってあいつと戦えばいいの？とりあえずなんかグレネードでも撃っとくか。パチってね、やっときましょうかね。まあ、こんなんじゃダメージ入らんもんな。結局なんか回復耐久になりそうですね、ギリギリまで。回復耐久がしたかったよ。ありがとうございました。